今日も、練習してる方も結構いるんですけども、ありがたいことに経理放題のプランで3000円でやらせていただいてるん で、まずは1周ですね、練習ラウンド、これいつも通りですけど、やっぱ常設だとちょっと物足んないんで、ジャパンツアーのコースで前半まず楽しんでいきましょう。はい、でその後、初ジャパンツアーになるのかちょっと分かんないですけども、やりながら考えていきましょう。はい今日は楽しんでくれるかな。はい、いいと思います。そうですよ一回 CM 行きまーす。はい、行きましょう。よいしょショッ。見えない。今回のこの第12回初ジャパンツアーに向けての抱負一言お願いします。今日はタンメンゲットです。頑張っていきましょう。ありがとうございます。さあ杉浦選手、第12回初ジャパンツアーの抱負一言お願いします。怪我をしない。それです。怪我したら元も子もないんで。間違えました。向こうですから。え、そうですね。おそうか、最初は向こうですね。向こう、わかりました。やべ、俺も間違ってた。よしです。木浦ですか。木浦ですね。もうあの辺から僕入れたんですよ。おー、はい、自慢ですね。あのだからラインもあるんですよ。おー、はい、どうかな。僕ですね。すいません。ナイソン。お酒です。ゲッツ。うん、全然もうほんとそれぐらいでもね、こう手前ですからね。はい、さあ6ですか。はい、1、2。ナイス。はい、左利き。
左よりいいですか、うん、そうそうそう、そういう風に考えないと左落ちたら本当も元も来ないですかね。もう教員サイドでいいと思いますよ。あれバンカーコースですね。なんか食われましたね。スイさん、あれ狙いっすか？あれ狙ったんすか？あのバンカーを避けるの狙ったんすか？今バンカー避けてきましたよね。ナイスバディ。ありがとうございます。いいな。入った。おお。めっちゃ見てる。入った。めっちゃ。あ、めっちゃチャンスドライ。届きます。はい。変わりましたね。ヒヤヒヤしたんじゃないですか。これで？それが立場の兄弟ですね。はい。はい。いやいいとこだ杉さん、それは。はい。お願いします。おっと、ご神木。ご神木。今ちょっと心に迷いがあったんじゃないですか。危ない危ない。わずか。こちら。何それ。
よいしょ。理想。なんか技出してきたぞ。超えます。なんか限界突破してきたぞ。あ、でもお酒案件ですか。行きます。よいしょー。まあまあまあ、ちょっとあれ先やっちゃいますね。よし。安心。やべ。ご神木。ご神木。ああ、でもまあまあ。本当にドーキックできたな。ちょっ、しゃあ、絶対ね左の方がいいんだよ。ここ。お、ナイスタッチ。やるな。やるな。はい。ナイスパー。まずか。お願いします。そう。うわ。ちょっと、いや最悪や。しょい。いいっすね。なんかトーキックのいろんな技が増えてますね。
あの負けを狙ってたら相当すごいですよ。うわ、すげえ。いやいや、そこ跳ねたんだよ今。うん。それ。うん。これや。そうだね。セイム。ナイス。あるな。やった。すいません、大きな声出して。また抜けた。行かないで。ありがとうございます。ご神木。川内さん行きましょう。ここがやっぱり越えないですね。これはあれですか、杉浦裏ルートですか。でグリーンの上通す。みんな釣られてる。裏街道。引っ張られた。引っ張られた。裏街道行きましたね。お願いします。すげえとこ通したな。ナイスタッチ。
せっ。やべ、出しちゃうのか最後に。遊び心が。ありがとうございます。アウトサイド。あぶね。6です。はい、お疲れ様でした。さあ、だいぶもう今日はですね、非常に腹ペコで、だいぶみんなぐったりしてましたね。テンションめっちゃ低いです。こんなにね、テンションが低いハズジャパンツアーも初めてですけども。でもね、今日の優勝者発表したいと思います。判定15がありましたけども川内選手優勝です。ありがとうございます。はい、これで念願の乾麺乾麺いただけるやつね。何か一言もうちょい巻いてて、はい、はい、お願いします。やはり乾麺命ですね。以上です。ありがとうございました。それではもう早くみんな食事しないともうやられちゃってるんで、チャオ。第12回ハズジャパンツアー優勝の川内正幸選手です。おめでとうございます。雨の中、本当、まあ、先輩方にいろいろと教えていただいて、最後の方は皆さん無口でしたけど、まあ、15のハンデをいただいたので、やっとタンメンをゲットできました。皆さんもやってください。おめでとうございます。